立浪監督久しぶりに打って気持ちはわかるが、延長11回に牽制死した龍空に呆れ顔とは一体どのようなことなのだろうか。終盤の走塁ミスが響いた。5対5の11回先頭で二塁打を放った龍空が痛恨の牽制死、流れを手放すように直後、回をまたいだ7番手フェリスが西無双者でオースティンにさよなら本塁打を浴びた。立浪監督は試合後、まずい攻めがあったので流れが行ってしまう、牽制死した龍空について久しぶりに打って気持ちはわかるが、また練習します。4点差を追いついた部分は良かったが、越せるところで越せなかったと悔やんだ。完全に舞い上がっていたように見えた。本人は必死でやっているのだろうけど、一球ごとに変わる場面を頭の中で整理できてないから、首をかしげたくなるボーンヘッドが多い。初出場の新人なら勉強のためのミスと割り切りもできるが、一時はショートのレギュラーも担っているから、レベルの低いミスは許されない。リュークを使うならロドリゲスでいいと思うが、村松が戻ってくるまでまたショート問題に悩まされるのだろうか。まずい攻めで目立たないけど、3連戦の初戦任されて序盤でいきなり大量失点の先発が一番悪い。夏場厳しくなる中継ぎ陣助けるために1イニングでも多く投げんといかんよ。点が入ろうがなかろうが投手がしっかり抑えて守り勝ちに行くのが大前提。珍しくよく打ってよく追いつきましたが、はっきり言って相手投手の不調によるところが大きいし、なんならもっと取らないといけないでしょう。最終回は論外ですが、8回のカリステのゲッツーなんて、数多の選択肢や作戦が可能な中で、甘い球をゲッツーなんて逆によくできますねって思いましたよ。投手陣はかわいそうだが、勝てなくて当たり前だし A クラスなんて無理だって思いましたね。まあ2軍行きじゃないかな。守れても打てないんじゃ1軍では厳しいと思うな。1本出て舞い上がって判断ミスするようでは話にならないのでは。技術的にではなく、野球に対する考え方見直すべきなんじゃないかな。2軍で悔しい思いして、やっと1軍に呼ばれ、必死にやらないといけない選手のはずだと思うが、そんな選手の姿勢に見えない。期待感が持てない。荒木さんは、リュックに格好をつけるなと言っていた。打撃も守備も堅実に行うことが一番なのではないか。久しぶりにヒットを打ち、ヒーロー気分になっていたのではないか。堅実にやることをしっかりとやった方が格好良いのではないか。今のままでは使えない。小笠原で負けた。読売戦あんなベンチでテレビ意識して椅子叩いてた。あれは立浪批判。今日みたいな投球ばかりだから立浪は信頼してない。ほとんど先に点取られるアメリカに行ってくれ。ただしアメリカからライデルのお金払えるくらいの仲介料もらえるくらいの成績残せ。どこもいらんだろう。よく5点返したよ。明らかに読売と阪神とは先発の層が違う。小田の代わりにビシエド置いとけ。小田より上林や樋口の方が足早いだろう。ヒット1本打てんやつが開幕から打ちず1軍。実力より人間だな。ノーアウトから2ベース打ったことは称賛するが、結果1アウトランナーなしにして相手チームを助けてしまったがっかり感。さよならホームランで負けた。ああやっぱりね感。得点する大チャンスを逃がせば流れは変わるね。リュークは頭が良くなるまで2軍で過ごしてください。あと監督は冷静に試合を判断できるようになってください。何か動いて仕事をした気になってるとしか思えない。チームは大して練習してないのに、2年前に立浪が、シーズン終盤に少しだけ活躍したリュークなんかを育ったと勘違いして強打を追い出した結果だからな。高松尾田、ビシエド中島と前の選手よりレベルを下げる監督はやめてほしい。珍しく劣勢の展開を追いついて、勝ちたい気持ちはわかるが、11回表の攻撃でバントのサインやエンドランの失敗で、内野ゴロ一つで3アウトってファンは下手な采配に呆れ顔。リュークに関しては擁護のしょうがない。本人は2軍生活が悔しかったって言ってるけど、野球脳が低いのか試合に集中してないのか2軍でもできてないのだろうな。そりゃ2軍だよ。あの重要な局面であんなことされたら悪いけど、立浪関係なくリューク自身の問題だわ。星野政権ならすぐに2軍行きだぞ。高確率で1点が入ったとして、裏はマルティネス。試合に勝ったでしょう。この負けは最近の中で一番もったいなかった。マジで今日の大先輩は小笠原とリュークだろ。真夏の8連戦の頭で4回しか投げれないとか人間じゃないし、絶対にアウトになったらいけない場面でアウトになる当たり負け癖がついてるし、野球脳がなさすぎる俺が監督なら休ませずにずっと練習させる。リューク選手もあれだけど、周平選手と宇佐美選手でのエンドランはどうなんだろう。あと、フェリス投手の買いまたぎ、あれが一番大丈夫かなと思っていた。今日は序盤小笠原が4失点。攻撃面は5回までに3併殺。負け確定と思ったが、6回から反撃。板山のツーランでわからなくなった。最後はオースティンにやられたが、これまでの打てないドラゴンズではなかった。岡林の復調、福永の好調さ、板山のパワー、
なんだか良い攻撃陣になってきた。あとは代打陣を見直せば攻撃陣は結構いけるのでは。野球にミスはつきものだけど、仕方のないミスと許されないミスがある。リュークの牽制手は後者に近い。周平はバントが上手でフォースプレイではないから慌てる必要はない。万が一、バントを失敗しても一死二塁ならチャンスは続く。一番やってはいけないのは走塁し、リトルリーグでも当然知っている。それができないのは冷静になれず、自分の感覚だけで動こうとするから、リュークはこれまでも走塁で同じようなミスをしている。どんな場面でもきちんと頭を整理できるようにならないと、プロでやっていくのは難しいかもしれない。昨年までは本塁打が少ないことを勝てない理由にしてた。今年は中田を取って今年は違うと言ったでしょとかほざいていたけど、本塁打が少ない阪神や広島は上位争いする中、中日は相変わらずの最下位争い。名監督は今年は勝てない理由を何にするんだろう。結局、3年間チームの指揮を取ったけど、勝てるチームに仕立てることも、若い芽を育てることもできなかったってことだろう。首だよ首。キャンプでバットのグリップに顎乗っけて偉そうに見てるだけじゃチームは強くならん。落合さんは1年目、補強せずに選手の底上げでの優勝を宣言し、猛練習で選手を鍛えまくって優勝した。まあ、名将と比較したら気の毒だけど、立浪は能力なさすぎ、監督なんかやらずに、名プレイヤーのイメージを大事にしてた方が良かったのに、リュークは無理がある。まぐれあたりと渡来のキャッチングの感覚判断ミスで二塁打をもぎ取ったのに、なぜ集中力を絶対に切らしてはいけない場面でやらかしたのか。草野球レベル、もうトレード要員で良いよ、練習しますとかいうレベルじゃないわ。プロでしょ一応。そもそも周平はエンドランで良かったんじゃないか。その後モーサミへのエンドランもわけわからんし、結果盗塁失敗になってるし、采配がおかしい上に足引っ張る選手がいて勝てるわけない。ゲッツー4回はないね。板山のは良い当たりだったから全く問題ないけど、打てない田中と加藤のゲッツーは重くなったわ。カリステも今日で6個目か。ユーソラはせっかく良い当たりだったのに帳消しになったな。チャンスが少ないから気合が空回りしたのと、気持ちが焦って何とか結果を出さないとって思ったのかな。早くない周平を走らせたのは、まあ結局弱いから負けた。いろんなミスが多すぎたね。山本の送球と強打のタッチが良かったのもあるけど、無視二塁ならタッチプレーなわけだから第二リードを焦げる場面じゃなかったですね。それと制球が定まってない徳山にあの場面でエンドランは笑ってしまったな。またズルズル負けていきそうな展開。いいとこまで来て、毎回後戻り。今回もそうなるだろう。野球が雑すぎる。いくつ笑わせてくれるのやら。いくら反省しても、3年目なのに勝てる野球を全く構築できてない立浪に、いつまで指揮させてんの？オールスターまでに借金8くらいでしょう。なんなら借金2桁台で解任のがよほどいい。この監督ではここから先はない。反省反省と言うけれど、いつになったら納得できる試合ができるのか。小笠原投手の乱調も悪いけど、チャンスを作るも打てない決めきれないでは試合の流れを悪くする一方です。得点圏でもっと打てるようにならないと中継ぎ投手陣が持たないよ。投打が噛み合う試合はいつになったらできるのか。先般は小笠原だよ。前回の降板時、ベンチの椅子を叩いて悔しがったのに、今日は序盤にあっさり4点献上するざまだ。ほんと信用できないな。11回だけじゃなく得点できるチャンスは何回もあった。でも横浜も随分チャンスを逃してたからどっちとも言えない。ロドリゲス、加藤匠をチャンスでもないのに早々に交代させるのは違和感がある。立浪は時々やることだが、自分がスタメンに選んだのならもう少しやらせるべきではないのか。リュークのアウトはあの場面では絶対にダメなんだよな。それにしてもその後の周平が歩いた後の盗塁手はサインなんかな。周平に走らせるなんてただの無謀。あまりにも無駄死にだ。勝てる試合を落とすのはよく見る光景だけど、ここまでお膳立てしてもらっても点が取れないのは絶望的。毎度毎度采配がど素人、なんか選手のせいにしてるけど、選手をぎくしゃくさせてしまってるのはあんた立浪監督自身ですよ。ヤクルトは後半戦から勝ちまくってくる雰囲気を漂わせてる。もうすぐ投打が噛み合ってくるチーム。中日はまたやり始めた。1割打者上位固定。そんなに岡林が可愛いのか。そりゃ単発で打つ日はあるだろう。でも総合的に見て今年は無理だぞ立浪。ショートはなんで山本を使わないのか。こんなことしてたら3年連続最下位固定まで間近なの私だ。首脳陣も特に反省だな。立浪はもちろんのこと、西コーチもかなりひどい。壊れた信号機にも程がある。突っ込ませてたら余裕でセーフだったはず。藤島の井上に対して投げた最後の球どこがボールなん。インコースいっぱいのストライクだろ。